はい、どうも皆さん、シーリンです。うん、よろしくお願いいたします。ということでね、今回は小話がメインになるんですけど、ちょっと昔の話を思い出したんで語っちゃおうかな、見て語ってやろうかなって思ってきた。はっ。でね、早速話していくんですけど、まあ結構昔の話なんですよね。僕がだいたい18とか19ぐらいの頃の話なんですけど、ちょうどその日幼馴染3人男3人で集まってたんですけど、これからどうするみたいな話になってて、コンビニで集まってたんですけど、その時に2人、他の僕以外の2人のどっちかが、中学でも行ってみるみたいな話になって、母校ですね、で中学行くことになりまして、3人で行ったんですよ。そしたらたまたま僕の担任がいたんですよ。で会いに行って、誰誰じゃんっつって会いに行ったんですけど、こっからはオーバーリアクションというか持ったリアクションになっちゃうんですけど、3人で誰誰先生っつって走って行ったんですよ。誰誰先生じゃんっつって走って行ったら、その先生も気づいてくれて、あれ、シーリンじゃん、シーリン久しぶり、どうしたのこんなところに来てみたいななって、ワイワイ喋ってたんですよ、僕と先生が。そしたら A 君と B 君、幼馴染の2人も、あれ俺たち覚えてますみたいな感じになって、 A 君が僕覚えてますっつって言ったんですよ。そしたら、お誰誰でしょ、お覚えてるよ覚えてるっつって、久しぶりみたいななった、わー久しぶりだねみんなみたいななって、で B 君が今度聞いたんですよ、じゃあ僕覚えてますみたいな、お久しぶりですっつって、そしたらもう本当に本当こんな感じで、覚えてるやーってこんな感じのリアクションなんすよ。それ絶対覚えてないでしょみたいな、目の奥が笑ってないというか、近くにいる B 君を遠くの目で見てる感じ、どこ見てんのみたいな、焦点どこにあってるみたいな目で、覚えてるやーっつって、で B 君もそれすぐ感じ取って、いや絶対それ覚えてないっすよねみたいな、でもなんか教師だし真面目な人なんですよ、その人だから、で、かたくなにも覚えてるやーっつって言ってんすよ。さっきまでさ、あ、シーリン久しぶりーっつって、あ、A 君久しぶりーどうしたのっつってなってたのに、急にB 君が聞いたらさ、覚えてるやーっていう、やばくないっていう話。さあさあ皆様、短い決まった、やっぱりここでも乾杯、飲んだら飲んだで上がっちゃう、なんだろこれって飲み会マジ、さすがに回るぜアルコール、もう無理限界出ちゃいそう、そんなの気にしちゃ楽しめない、もったいないから楽しめワンナ。